Why do gods dislike idols for humans to worship? The answer, however, seems to be very simple, or I say that because they are not humans, or they are not like humans. Hiroshi Hayashi, Japan. Hallowed. This is Hiroshiashi, Atago, and Taka in Tokyo, Japan. A Jomon goddess, or Jomon Venus we call here in Japan, is Inane herself. In this uh, video clip, I would like to prove it to be shown with evidence that Jomo Venus is Inane herself. Jomon Venus, Japan. Korega Jomo Venus, this name, the Taksano Doguga そして右がイナンナ・イシュタールです。シュメールではイナンナ、パビロニアではイシュタールと呼ばれていました。左は以前はリリトということになってましたけども、イナンナですね。間違いありません。そのことも証明いたします。で、右が豊穣の神、イナンナ・イシュタールです。これらは同一の神ということをこれから順に証明していきます。まあ、あの、太ったり痩せたりしてますけども、 まあそういうもんなんですね。では、これから順に証明していきます。えー、これが縄文ビーナスです。えー、長野県の地野市で発掘されました。で、この縄文ビーナスは誰か、どこから来たかということなんですね。まあそれはまあたびたび証明してきましたけども、今日はさらにダメ押しをしたいと思います。で、左がまあ土偶ですけども、皆同じ顔をしていることに注意してください。 そして、こうした動画たくさん見つかってますけども、縄文人たちは女神の、まあ、像を作っていたわけですね。で、特に、まあ、この下の像と、それから右上の像に注目していただきたんですけども、まず顔が同じであるということですね。目がつり上がって、そして、まあ、カモメ、目といいますかね、ハート型の顔をしています。これはお面です。えー、次にですね、 この頭に注意していただきたいんですね。えー、これはあの高井東京さんがあの指摘なさいました。大発見です。で、頭がですね、ちょっと特殊な帽子を振ってますか、ヘルメットをかぶっているのがわかります。で、このヘルメットとですね、えー、これはマリで見つかったあのイシタール像です。まあ、マリのイシタールというふうに呼ばれています。 バビロニアの像ですね。これはイシタールです。で、頭を見ていただきたいんですけども、頭の部分が同じであるということですね。なわち、同じヘルメットをかぶっている。あるいは同じヘルメットを表現しているということになります。すなわち、土偶の多くはですね、バビロニアのイナンナイシュタールのヘルメットをかぶっているということになります。さらに、 証明しますででこうして今言いましたように同じヘルメットをかぶっていますが、えー、別の像がありましたのでそれと比較してみます。やはりシタールですね。でこのシタールの方は顔がはっきりしてますのでこちらを使います。でこれはお面をかぶっています。これはあアタゴさんが発見なさいました。 目がくりぬいてありますけど、まあ目、目が黒いんですけどもね、なぜ黒いかというのは理由があるんですよ。で、まあ、これはウル,でウルクで見つかってるんですね。ウルクというのはイシタールの本拠地です。このウルクで見つかった、まあ、左はあの大理石ということになってますけども、このほっぺたのまあコンセプト、それからやはり眉,眉毛に特徴があります。日本の縄文土偶もみんなこの同じような眉,眉をしています。 でこれは斜め前から撮った写真ですよね。でこれは二つ同じなんですけども、極めて正確に同じ顔をまあ表現しているということですね。左はお面です。右はイスタールの像ですけど、目の中に目があることに注意してください。特に、えー、向かって右側の像の右の目ですね。向かって右側の目に中を注意,注意してください。目の中に目がありますん、ね。すなわちお面であると同時に中に盛り込んであるのは、 まあ、このお面をかぶっている人、目がつり上がって、ちょっと怖い顔してますね。ということまでわかるわけです。ですから、先ほど、この目はあの写真の上では黒く塗りつぶしてあるわけですね。さらに、証明いたします。で、これを、まあ、見ていただきましたが、左がお面、ウルクで見つかりました。で、右がイシタールです。で、イシタール像ですね。で、このイシタール像についてですね、さらにお面をかぶっているということをですね、アタゴさんが まあ、発見なさいました。これはあの、イシュタール像を図解したものですけども、頭の後ろを見てください。日本の、なってますか、マスクバンドが走っているのがわかります。まあ、これをアタさんは、まあ、私たちがですね、お面をかぶるように、お面をこうして後ろで止めていたというふうに説明してくださいました。大発見ですね。さらに証明しています。これが、まあ、今言いましたように、イシュタール像ですね。で、 リリトって以前はあの言われてたんですけども、リリットではなくてこれイナンナイスタールですよね。なぜかと言いますとですね、順に比較していくとわかります。まあ、シュメールのイナンナっていうふうに今は言われています。足が足の指が3本ですね。で、これがシュメールのイナンナですけども、この部分を比較しています。えー まあヘルメットの形はやや違いますけども、基本的なコンセプトは同じです。そして髪の毛がポコンと出てるところ。そして、えー、顔がですね、同じように、まあ、カモメメって言いますか、ハート型の目をしています。もちろん、ほっぺたも長い。極めて正確にこう、彫刻してるってことですね。えー、クリエイティブなマインドで、まあ、彫刻したってことではないわけです。いわ,いわゆる、まあ、左の像、イスタール、イナンナ、イナネスタールですけどもね、もっと、まあ、 その間をつなぐのは、この、まあ、稲々像なんです。スカートを見てください。ひだひだだんだんスカートを履いてますね。そして頭にはヘルメットをかぶっています。こうして、えー、右の像と左の像がつながります。これは、あの、古代の、まあ、バビロンの神々がかぶっていたヘルメットです。これも、あの、ウルクで見つかったそうですね。シュメールの神です。そして、頭、頭。そして、 スカートスカート。そして真ん中の像がその右の像と左の像をつないでいるということです。むやる同じだということです。これら三者はみんな同じ、まあ、女神。すなわち、イナンナイシュタールであることを示します。まあ、このように今、これらの女神はみんな同じイナンナイシュタールであることをがわかりました。そして、もう少し戻り、フィードバックしますけれども、えー、中央に、 ジョーモヴィーナスがいます。そのジョーモヴィーナスはイナンナと同じである。さらに、道具、土器はですね、道具ですね、はいわゆるそのジョモンの目が見コールしたあるイナンナであるということになります。すなわち、このジョーモのヴィーナスはイナンナということになるわけですね。まあ、あの、ずっと今説明していくことをもう一度簡単におさらいしています。皆さん自身でご確認ください。 まあこうしてですね、縄文のヴィーナス、それからあの仮面の女神もいないないしたるですね。いわゆる。となりますと、どちらがどちらへ行ったかですけども、もちろん日本からあーペルシャに渡ったと考えるのが常識ですよね。常識というか合理的ですね。これ,これが縄文のヴィーナスです。えー、長野県の地の市で見つかりました。そして、えー、右の像は高い東京さんが あの最初に指摘してくださった道具です。こうしてつながっていくわけですね。なわち、えー、縄文のヴィーナスは、ななイナンナ・イシタールであるということになります。もう一度皆さん、比べてみてください。続くビデオ、少し長いんですけども、日本のいわゆる、なんていますか、今まで私たちが持っていた 常識をですね、ひっくり返すには、それくらいの、まあ、時間がかかるという意味でですね、あ長いビデオですけども、よろしかったらご覧になってください。あのー、そしてこんな像も見つかってるんですね。これはシュメールのイナンナと言われてますけども、この像がですね、まあ、この顔の部分だけしかないというのは残念なんですけども、この像がですね、 いわゆる、まあ、縄文のビーナスと同じヘルメットをかぶっているということです。もちろん顔の方はお面ですよね。あの、縄文のビーナスの方もお面をかぶっていることがわかりました。えー、ハート型の部分がですね、中へグッと回り込んで掘られて、掘られていました。えー、直接現地行って確かめてきました。皆さんも確かめられたらいいと思います。それでこの縄文のビーナスはこう言いました。I am in a n a or a star in Babylonia. メソポタミア、パビロニアでは、イナンダと呼ばれていました。あごめんなさい、イシュタールと呼ばれていました。そして私はイナンダですよ。長野県のあイナボン地で生まれ育ったイナンダです、まあ。続くビデオ、目次をここに載せておきますから、どうかご覧になってください。バイハロウ。t h i s is Taka in Tokyo and Hiroshima, Japan. ジョモン c i v i ゼーション。 イシュタールは日本の女神であった。タカイン東京さんからこんな情報が届いています。山梨県で見つかった土偶がですね、イシュタールと同じヘルメットをかぶっているというのです。この頭の部分に注意してください。 右下がイシュタールです。またこんなかわいいキャラも作られていますけども頭にですねシンボライズされたいわゆるヘルメットが描かれています検証してみます山梨県で見つかった土偶です右がバビロニアのレディーフです エンリルがどこかの王に王権を渡しているところです。頭に注意してください。右はエンリルです。またこんなレリーフもあります。延期からと書いてありますけども、エンリルの間違いだと思います。エンリルがですね、イナンナにいわゆる、まあ、あのイスターのことですけども、やはり王権を渡しています。 独特のですね、こんなヘルメットをかぶっています。これは以前はリリトということになっていましたけども最近はリリトイコールイシュタールということに落ち着いています同じようなヘルメットをかぶっていますシュメールではインナンナバビロニアではイシュタールと呼ばれていましたこれもイシュタールの像です頭に注意してください 古代の神々はこのようなヘルメットをかぶっていましたそして決定的なのはこのイシュタール像です右がイシュタール像左が縄文土偶ということになりますヘルメットのコンセプトが同じということに注意してくださいここですねまあこういうところから いわゆる縄文の女神がですねペルシャで渡りイナンナとなったというわけです実はこの情報は2014年の12月30日にまあ頂い,いていましたがまあその時は見落としてしまいましたが今回改めて見えますとまあなるほどと言いますか納得ということになります